はい、では、はい、括弧3番、電流と方位磁振の触れ、はい、ということで、まあ、これもですね、あの電流のところで、やりましたけれども、はい、あんまり細かく文章を見すぎるんじゃなくて、図で、しっかり理解していきましょうね。はい、もちろん文章を読むことは大事なんですけれどもね、はい、図でしっかり、はい、図3見てください。はい、また前回ね、勉強した回路図が出てきましたね。はい、このね、下側にこのスイッチがあるのが分かりますね。はい、このスイッチをカチャッと入れたら、まあ、このね、導線がつながって、電流が流れるわけなんですけども、はい、スイッチの左側に乾電池が2つ直列につながっているのが分かりますね。はい、で、乾電池のこの記号は長い方が、プラスで、短い方が、マイナスでした。はい、プラスから出てマイナスの方に電流が流れます。はい、ということはですね、はい、例えばこの図3を見てください。はい、図3のこの回路でこの A の方位磁振が置かれている場所、はい、これね、導線の真下に置くって書いてますね。はい、下に置いてるからこの導線が方位磁振の上に見えるような状態になるわけなんですね。はい、で、そうするとですね、はい、まあここで、どのようになるのかってことなんです。はい、括弧3番、電流と方位磁振の触れ、はい、読んでいきましょうね。はい、図3のように南北方向、まあ、これね、書いてますね、この、図の真ん中のところにね、上が北ですよと、はい、南北方向に配線した導線の真下に方位磁振 AB を置き電流を流します。はい、この時磁振 A の N 極は西の方へ、西というと、この図でいう左側なんですね。はい、B の N 極は東の方に触れる。はい、まずこの電流を流すことによって方位磁振が動く、触れるということが分かります。はい、で、触れる角度は、はい、AB ともに同じです。はい、逆方向に触れるんだけれども触れる角度は同じでした。はい、これは、実は、はい、A に流れる電流も B に流れる電流もこれ同じ強さですね。はい、電流の強さが同じだったら同じ触れ方をしますということを、まずここで分かっておきましょう。はい、はい、でまた、はい、図4のように、はい、今度は逆ですね。はい、南北方向に配線した導線の真上に、はい、真上に方位磁振 CD を置いて電流を流すと書いてますね。はい、真上に置いてるから、ほら確かに導線見えなくなってますね。はい、これね、何も説明がなかったとしてもこのね、図でこういうふうに、理解、あ、なるほど、方位磁振はこれ導線の上に置いてる、だから導線は見えなくなってるんだということが、まあ、分かるようになればいいんですけどね。はい、で、真上に置くと、導線の真上に置く、さっきとは逆にね、しました、上下関係をですね。ね、それで、電流を流すとですね、はい、CD はまた、図3とはこれ正反対の方向にずれる、触れるんだけれども、はい、触れる角度はやはり同じ。はい、これらのことは次のような方法で考えることができると、まあ、この法則っていうのはしっかりちょっと覚えないといけないことなので、はい、今から説明します。